おはようございます、リオンです。皆さんこんにちは。僕のモーニングルーティンを紹介したいと思います。朝いつもちゃんと起きます。朝方なんで、いつもロフトベッドで寝てるんで、いつも下がるのが大変です。まあでも運動になってるから、まあ高く考えたらいいなと思ってます。あうおはようございます。とてもとても光が当たってる部屋です。いやー気持ちいい。とても気持ちいいです。いつも夢で見てたそういう朝の人生を住んでます。ちゃんと隠しました、乳首は。いいでしょう。なんかちゃんとね、髪をアイドルとしてちゃんと似合う服を着てみました。じゃあこれから運動しに行きます。朝起きたらいつもね、ちゃんとジョギングをしていくと体がとてもとても健康になっていると思うんで、今日もしていくと思います。外は今寒いんで、この前リサイクルショップで買ったジャンバーを着ていきます。逆だ。東京オリンピック万歳。よいしょ。皆さん風邪気をつけてください。じゃあ行きましょうか。よし。昨日前日買っておいたマルエツスーパーの麻婆豆腐です。そして三ツ矢サイダーにトマトを入れました。公園に到着しました。運動もね、食べてから、食べないと、ね、力が出ないからですよね。食べてからちゃんと運動できると思うんで、いつも僕は運動する前に食べてから始めます。そして公園で食べてるから、とてもとても新鮮な空気を吸いながら、さらにご飯が美味しいです。皆さんもこういう生活を暮らしてください。鳥一匹、とても天気も良くて運動したくなる日ですね。世界のバラバラの花が綺麗に咲いてます。僕みたいにみんな可愛いですね。香りがとても良くて、ご飯がさらに美味しいです。花をおかずで朝食を食べます。美味しいです。耳が痒いです。寝起きだから目が普段よりちっちゃいね。です。普段はもっと大きい目を持っています。誤解しないでください。麻婆豆腐です。麻婆豆腐です。体にとってもいいです。と死にたいです。いいんじゃない。これは昨晩作ったトマト三ツ矢サイダーです。トマトを入れた三ツ矢サイダーなので、とてもとても美味しいです。甘くて炭酸が入ってるんで、そして体にも良くて、飲まざるを得ない飲み物の一つです。運動するときは大事だと思います。リングをする前にちゃんと水分補給をしておきます。光がとてもとてもあったかいです。この寒い中、こんな眩しい光を会えるなんて、とてもとても贅沢です。朝食がもっと美味しいです。皆さんぜひ試してください。これから本格的にジョギングを始めます。食べた後なので、とてもとても力が溢れてるんで、気持ちいい一日になりそうな、とてもとても嬉しいな気持ちです。そんな気持ちを持たざるを得なくなくもなくないんですが、まあこうやったと思ってもなくなるんですけれども、まあ、こうやって運動ずっと続けると、いつか体がもっと健康になっていくと思うんで、皆さんもぜひ試してください。皆さんお願いなので、本当に運動してください。私でも運動したらとてもとてもね、
生活のクオリティが上がっていくんで、こうやってずっと毎日運動を続けるといつかとてもとてもクオリティ高い人生を進むことができますので、皆さんぜひ朝からこうやってジョギングをしてください。心で感じて頭で考えて行動に移すことはとても大事なことだと思います。皆さんいつも考えがちだと思いますが、今回は実践してください。家に着きました。朝から美味しい朝食も食べて運動もできて一日満足的な日になります。このエナジーをずっと維持して夜まで持っていくことが大事です。朝からちゃんとできたんで、これを1日だけではなく1週間1ヶ月が1年間ずっと続くと、そのエナジーはとてもとても大きくなっていくと思うんで、いつかは無視できないパワーになると思います。トマトジュース、三ツ矢サイダーです。これから本を読むつもりです。朝食も食べてジョギングもした後なんで、これから読書をしながら人生を立たせてあげていくつもりなんです。これは宝くじです。外れました。人生を気づきまーす。とても絵が可愛いです。癒されました。ストレッチング、ストレッチングです。毎日ストレッチングをしていくと柔らかい体になっていくんで、生活のクオリティが上がると思います。硬い体をずっと維持することも大変だし、柔らかくさせるため毎朝ストレッチングをしてます。東京オリンピック万歳。寝てることではありません。腕のストレッチングです。ちょっと眩しかったんでサングラスをつけました。眩しいと落ち着かないのでとてもいい方法です。楽々です。ストレッチングは終了です。目が腫れてますね。来ましたけれども、口にさっきの麻婆豆腐がついてますね。いや、ちょっと困るね。はい、ちゃんとします。ちょっとこれから目のマッサージをします。もみ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 、二重です。これでモーニングルーティンは終了です。朝早く起きてジョギングをして美味しい朝食を食べて読書とストレッチまで全て紹介できました。これから皆さんに僕の生活といろんなルーティンを紹介していきたいと思います。ライオンです。今は滝枕として活動しています。皆さんお疲れ様でした。一日楽しんでください。愛してます。